スティーブ・ルッカーは、イングランド出身のミュージシャン、ロック歌手、鍵盤奏者、音楽プロデューサー。ロックバンド、プロコル・ハルムの主催として知られる。2003年、大英帝国勲章を除勲。英国ロンドンで生まれ、1955年にエセックス州に移る。1959年に中学校時代の仲間たちと、パラマウンツというグループを結成。 1962年頃から本格指導し、翌1963年にシングルデビューを果たす。レイチャールズらに影響を受け、R&B 色の濃い楽曲を制作し、コースターズのカバー曲をヒットさせるが、1966年に解散。プロコルハルム結成当時その後、1967年に詩人のキースリードと出会い、 リードの作った詩にブルッカーが曲をつける方式でロックバンドプロコルハルムを結成。ブルッカーが作曲、ピアノ、リードボーカルを担当したプロコルハルムのデビュー曲、青い影は世界的大ヒットとなり、1977年に解散するまで多くの曲をリードと共作した。バンド解散後はソロとして活動する傍ら、 エリック・クラプトンバンドのバンドマスターを務めたほか、ジョージ・ハリスンやリンゴ・スターといった元ビートルズのメンバーとも共演した。また、アラン・パーソンズ・プロジェクトにもリード・ボーカルとしてゲスト参加している。プロコル・ハルム・ロンドン公演1991年にプロコル・ハルムを再結成し、現在でも各国をツアーしている。そのチャリティー活動が評価され、2003年英国王室から、 大英帝国勲章を授けられた。また、1997年から1999年にかけて、リンゴスターヒズオールスターバンドのツアーにも参加。青い影や、征服者等を歌った。その頃には、ビルワイマンが率いるリズムキングスにも名を連ねている。ソロアルバムライブアルバム、ありがとうございます。